出せるのか、本当に正面でやって化石の証明をしていきたいですね。こちらが石話で、今一番上が結論です。結論です。数学の公式、やっぱり関連してその場で導けるものだったら、その場で導いた方がいいかも。ということで始まりました、ぼちぼちチャンネル。さあ、今回ですね、再び勘太郎さんと太田壮さん。こんばんは、太田壮です。はい、なんとですね、バズりました。俺は知らなくて。そうだった、はい、はい、ちっちゃい鈴木勘太郎です。はい、バズりましたよ、和籍席は、はい、今日、太田さんと会うのは2度目で、はい、そうですね。で、最初に会った時は、私はその例の和籍とか席話の動画は一切そう、見てない見てもないし、そういったことが行われたことも知らずに1回目の撮ってて、そうそうそう、なんで、1回目の動画出した時に視聴者の方が席の説明しろよとかっていうコメントもあったけど、私はあの動画のそんな知らずにやってたので。そうそうそう、だってあのね、動画土曜日に出て、勘太郎さんが教えてる月曜出てますから。そう、とっくに撮ってあったやつなんですけど。でだからまあ結構でも実はあの動画とは終わって後から私見た時には、はい、あ、なんか連動してんだっていう気が来たのは、そうそう、まあ私は公式はなるべく覚えない派なんで、で実際に確かに、だからコメント欄の争いってのは覚えるべきだ、うん、その場で出すべきだ、うん、争いがまあ行われてたけども、まあもちろん入学試験だから、うん、1分1秒争うのに丸暗記してた方が、まあそれは少しは時間は短縮できるでしょう、うん、でも数学の公式ってやっぱり関連してその場で導けるもんだったらその場で導いた方がいいっていう点もあるとは思うんで、まあそれはもう別にどっちがいいかはね、うん、知らないんだけども、ただ絶対言えることは、導けない公式をただ丸暗記して使うのだけはよろしくないんじゃないかなと。なるほど。で、太田さんがあの細井先生に質問された時も、はい、ま、満点の回答としては、はい、俺だったらね、はい、俺がもし聞かれたら俺覚えてないんで、和籍とか籍はなんて、こんなもんその場で出したらいいと思ってるから、うん、で、しかもコメント欄には10秒出せんだからって言うけど、私、紙と鉛筆って1分半かかりました。1分半か2分ぐらいかかりました。特に籍はか、籍はの方がまあ少し面倒くさいね、うん、まあ、それはまあその場で紙に書きゃ1分か2分あれば出るんだからと、10秒20秒は多分オーバーじゃないかと思うんだけど、なるほどね。まあでも、まあ、それはまあ 出せる人もいるかもしれないし、思い出すきっかけさえあれば、まあ5秒で思い出するかもしれないけど、ということで、だから私は覚えてない、その場で出す派ですって言えばそれで良かったんじゃないかなと。ああ、なるほど。でもしも細井先生がそれで何て答えるか知らないけどね、いや、そんなんじゃ本番で時間足りなかったって言うかもしれないし、いや、それだったらそれでいいですよっていうか、うん、それは分かんないですけどね、私は。じゃあ今、まあバズりにバズってるので、まあね、YouTube ショーズ150万再生で、TikTok も300万いきます。そうなんですか。そうなんで、はい、じゃあ同質すりゃいいってコメント多いじゃないですか、同質、うん、でもそもそも俺同質って言葉すら、え、そんなのなんだと思いましたけど、うん、じゃあちょっと出せるのか、本当に証明してやってください。頑張れないで頑張ります。出せるか、ちょっとじゃあ、はい、で、その導き方もね、勘太郎さん合ってるのか、ちょっと合ってるもん、くそもだって、あんなもんだって、であんなもんって言っちゃう。加法定理はさすがにね、言葉で出す派だけど、加法定理はさすがにね、東大入試問題で加法定理証明せよっていう問題出たことあるけども、はい、まあそうやって聞かれればもちろん証明はできるけども、いちいち加法定理をその場で導くのは面倒だから、加法定理はまあ幸子小林だろうが咲いたコスモスだろうが覚えちゃってもいいんじゃないかなと思うんで、まあ加法定理は基地のものとして、じゃあ導いてください。じゃあ、はい、導いてください。頑張ります、はい、まあサインコサインどっちでもいいんで、好きなんで、はい、じゃあちょっと書いてください、はい、俺が突っ込んだこのアルファに関するコメントは1個もなかった。これがほらアルファに見えないって言ったので、ね、何もなかった。それ今結論書いてるね。はい、結論を書いてここから証明していこうと思います、はい、明治大学の見えますか、大丈夫ですか、数学科の、あ、間違えた、なんか講師に聞いたら、いや、アルファですって言いました、ね、これはアルファですって言いました。やっぱアルファに見えるんだな。見えるでしょ、他何に見えるんだよ。見えない。よ、よを書くこれちょっと太りすぎだよ。あ、ベータの方は。ちょっとここが厚きな、厚すぎかなって気がする。俺が人の字について文字で微妙な人間じゃないんでね。誇張的だな、アルファもベータも。これが和籍ですか。こちらが、加法定理で、こちらが石話で。今一番上が結論ですよ。結論です。うん、結論。証明すべきこと。証明すべきことがこの一番上で、今書いているのが加法定理の。で、今2段目に書いてるのは、まあ、加法定理はまあもうすでに知ってるものとして使っていいですよっていう前提条件ね、うん、仮定。なるほど。こういった雑談も、はい、入れてくれるのね。ああ、もちろん。三平方の定理の動画出したじゃないですか、はいはい、あのコメント欄に三平方の定理の証明なんて予言定理のセーターを90にすればいいじゃんっていうコメントあったんだけど、うん、ごめんね、そのコメントした人、はい、それは予言定理っていうのが三平方の定理をもとに作られているんで、まあ、まさにトートロジーですよ。トートロジーですね、もう。
だからそういった個別指導はやっぱりだから予言定理の証明もしたことがないからそういったこと書いちゃうんですよね。なるほどね。やっぱり全ての公式は一応一部は自分で証明して、まあ、いざとなれば導きますよと。で覚えちゃったものはさ忘れろとは言えないよね。覚えちゃったものは試験中立にじゃんじゃん使っていいですよっていうスタンスでいいんじゃないでしょうかという話です。トロチですね。だからコンストラクティブって何ですか。建設的なです。建設的なって何で建設的なって何ですか。コンストラクティブ、今それ2段目のサインの加法定理を2つ和と差の加法定理書いてそれをズドンと書いたものっていうのがこちらに、あ、すいません、いきなりはい、この2段、この2段を、はい、はい、失礼しました。この2段でした。その2段をこの2段を足したものが4段目です。で、席が輪になったと。はい、いいんじゃないですか。細井さんが言ったのに対してこれを言えばよかったってことですか。そうですね。そうですね。2分の1で、大変な方は、こういうせっかくだから和席はだから、はい、まあ、これそのまま利用できる。ちなみにこれ括弧は何て言ったらいいの。中括弧。中括弧って言うの。2分の1中括弧。あ、別にそう言葉で言う、口で言うときは別にない。あれ口で言う状況だったから何て言うんだろうと思ってこれは、結構こっちの席和が導入できれば実は和席を解くのっていうのは簡単で、あ、今こっち消してもう一回はい、書きます、ね、あ、そう加法定理は残しておけばいいんじゃない。あ、残しときました。これだからもう証明終わりました。だから、はい、終わりました。そこは消して、じゃあ今度は和席、はい、今席を覚えちゃったね、はい、今度和席、はい、和王席に太田さんがどっちのカメラにも端っこにちょいとしか映ってないってね。はい、映りました、はいはい、和席の証明をしていきたいと思います。一旦全部ここまで加法定理は残しちゃうには使うじゃん。使わないの。え、席は私あのアルファイコールで、まあ、じゃあ、はい、あれに、まあ、好きなあれで飛ぼうかなと思って、はい、まあ、一番上残す必要はある。これを、あ、なるほど、はい、利用して解くみたいな方法で、私はA と B っていうのはアルファとベータと便宜上別のものとして使います、はい、2も特徴的な2な気がする。あら、ね、はい、こちらの方結論、ね、はい、結論でこれを証明していきたいと思います、はい、これからじゃあ和席っていうのは和が掛け算になってるってことですね。なるほど。もうだからそういう質問もいっぱい来て、和席席はそもそもどういう意味なんだって。和が席になってるでしょ。なるほど。真ん中差し算だった、足し算だったのが掛け算になるってことね、うんうん、この人たちは何を喋ってんだみたいなコメントがいっぱい来てる。森田先生のところだからね、数学得意じゃない人もいっぱい見るだろうからね、うん、え、なにこの問いって何。え、この時この問いうるせえ、それぐらい読んでやれひで、そんなことに文句、はい、これになるんで俺なんか漢字最後まで書ききんないで次行っちゃうからねイコールアルファ2分の A マイナス B イコールベータ A たす B をプラスベータ、今一番上を使ってるんだよね。はい、 A たす B を2アルファ A 引く B を2ベータとすればこの式があれになるっていうことで、はい、面白いわ、字が字の形ばっかりよいしょ。いや、だってこれこのようにして4、1、3みたいな、そのようのみたいな表明していきますと、こういう形になるので、はい、こういう風にしてさっきの先輪で使った方のこの式を利用してこっちを導き、和席の方を導きました。はい、合ってるんですか。確認するから、あ、OK、これね、カットね、カンタロウ、これね、カットね、これ意外なこと言っちゃう。そうそう、隣でもカットしない順番が俺と違うから少しちょっと確認しないと適当に合ってるよとかって簡単に間違ってんじゃないかとか言われちゃうからね。それ100万歳今証明すべきことがサインラージ A たすサインラージ B がこうなるよをするときに一番上の式のこれを A としたのね、はい、でこれを B としたのね、はい、A たす B が A たす B がアルファプラスベータとアルファマイナスベータで2アルファで、なんで一番上がるの。これがラージ A、 これがラージ B だからA たす B は 2α、はい、A-B は 2β、はいはいはい、なんで、α は2分の 2β、はい、なんで α プラス β 2分の α、 A たす B プラス2分の A マイナス B で A になる、α マイナス β は2分の A プラス B マイナス2分の A マイナス B で B になります。ということで結論が、結論がこれね、このようになります。はい、大丈夫ですか。大丈夫です、はい、よかった、よかった。これが席和でいいんですね。1行目が席和です。席を
和足し算に変えると、はい、ああなるほどね、そういうのを積和というわけですね。で2番目足し算を和積です変えると、なるほど、色が薄い、はい、薄い、俺の存在も薄いはい、これを言えればよかったですか。頭の中であの時どうなってたんですか。細井先生怖いってなってて、うん、一応ブツブツなんか言ってたじゃないですか、はい、あれは一体何をメンタルでやってたのか。最初にその関和の方のこっちの式っていうのをひらめかなきゃいけなかったんですけど、うん、なかなか 2B 範囲だと和積関和ってそんなには出ないんです、うん、でも覚えておかないといけない公式の一つではあったので、うん、とっさにだからまあ覚えるべきかそのまま出すべきかは別に人それぞれでいいんじゃないかなっていう、うん、とっさに思い浮かばずに落ち着いて計算できなかったです。あの場で聞かれればそれはだってね、紙も指数もない状態で突然聞かれたらまあ頭の中で答えるしかなくて、普段紙で導く俺にとってはあれを頭ですぐ答えようと言われたら絶対できません。なるほど、将棋とは違うと。将棋もまあね、俺将棋下手だからみんな知ってたからね。でも最近生配信して負けまくってるっていう。いや一応まああれ見てますからね、ちゃんと負けてる時も勝ってる時も。じゃあスパチャぐらいしろよお前だって俺だってコメントしてもさ、みんな無視なの俺は視聴者たち無視なの。じゃあ導こうとやってたの、はい、これを頭の中でこの途中式みたいなのを頭の中で作ってた。そうですね、がっつりもう後ろ向けるそうですね、もうそういう感じでやってたわけですね。じゃあ紙とでも鉛筆があればあの時はできたと。はい、おそらくはでもなんかもう前回のこともあるんでそんなわけねえだろうとか言われたんだけどそうね、まあいろいろね、まあ、言われるでしょうね。ねえねえ偏差値70とか嘘だよ嘘だよ誰も知れよみたいなね、たまたま取れただけなんでご勘弁くださいそういうことなんて。じゃあまあこれはもう大丈夫だと。これね今年 SFC 出てほしいですね総合政策出たらもう何百万再生1000万再生ぐらいかもしれないですから、うん、じゃあ今回カンタロウさんにですねチェックしてもらいましたんで。いや、ま、俺がチェックするようなことじゃないんだけど分かんないけど、じゃあ2回目こう出たわけじゃないですか、こう追い打ちがかかって、はい、もうその時もパニックですか。和石と石和だと石和よりも和石の方がむずくて、なんでかっていうと私の今みたいな方法で出すと石和がすぐに全部答えられる状態じゃないと和石がちゃんと代入して出てこないので、その石和の最初の時点で詰まってしまった時点でもうなんか和石がさらにこんがらがってしまった、うん、しまいました。やっぱ和石の方がむずいわけですね。そうですね、出すのがだから畳みかけて、だからコメントには来てたんで和石は無理だろうみたいなのとか和石はひどいだろうみたいなのが来てたんで、そういうことだったんですね。まあ多分ね細井先生はこうバズることを予想してたんだと思うんで、さすが、まあ本人に聞いてみないと分かんないけど何かしら、そうそう、やっぱほら虎の最後喋ってるのも答えられないような何かを多分考えてたと思うんで、絶対そういう感じだったということですね。はい、怖かったですということでした。はい、じゃあこの後もあのちょっと、じゃあせっかく来たんで、はい、ちょっとはためになるかなっていうような森哲先生にも分かってもらえるものを出したいと思うんで、次回も楽しみにって。はい、次回も見てください。はい、ありがとうございました。